真央さんの愛犬市川海老蔵。ゆめちゃんが家に来た。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のインスタグラムを更新し、勸玄君と麗華ちゃんがトイプードルを抱き嬉しそうな表情を見せている様子を公開した。このトイプードルの名前はゆめちゃん。海老蔵さんの妻小林真央さんが実家で飼っていたという。海老蔵さんと子供たちと一緒に暮らすことになったそうだ。海老蔵さんは2017年7月15日のブログで、我が家は真央の愛犬により少し光が注ぎ出されたように感じたりも一瞬します。真央の大切な愛犬大切にしたいと思うと、これから大切な家族の一員として育てていくことを綴った。ブログ読者からは、ママのぬくもりを感じるかもしれませんね、本当に嬉しそうな顔してますね、見ていてほっこりしました、ワンちゃんとの生活絶対に絶対にいいと思います、癒されますから、などのコメントが届いている。ゆめちゃん、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。